はい、皆さんこんにちは、ミガミックスです。ライブアライブクンフー編、弟子が3人揃ったところですね。で、自宅に戻って稽古をしようというところになります。ここが我が剣法の道場じゃ。うわぁ、本当に汚ねえぜ。ここが僕が修行を積む場所？そんなことより腹が減ったっち。腹が減っては戦ができんっち。お師匠さん、まずは飯にしてほしいっち。残念じゃが早速修行じゃ。しー、あんな山道を登ってきて休む間もなくですか？泣き言言うんじゃねえてめえら。上等だ、早速追っ始めようぜ。まずはお主らの今の力を見極めさせてもらう。あたしから行くぜ。レイカ、遠慮せずに来るがよい。言われなくたってそのつもりよ。普通に戦闘になるの？レイク、今のところ俺の中ではレイちゃんが一番でしたな。多少気は強いが、やはり女性というのがでかい。あ、何倒せなかった。シマリス客だったら、あ、まひった。やりたい放題じゃレイちゃんよ。では最後手を出そうかの。あ、手出せねえし、クソ、動こう。ここまでじゃ。さあ次はどっちじゃ。オラが行くっち。少しでも腹が減らないうちに。稽古が済んだらたらふく食わせてやるぞ。ああ、たらふくの飯。サムハッカ、まあこいつもとりあえず、あ、レジストかかっちゃうのか。軽やかなることシマリスのごとく。じゃあこれだな。結局さ、吹っ飛ばしてもさ、自分が動かないといけなくなっちゃうからさ、なんかあんまりだよね。だったら、あ、相手麻痺、これがいいんじゃないの。普通に地道にさ、隔離の道の一歩から。そうそうか、まだまだじゃ。39 36、大番茶、大番茶、無駄じゃよ。当たらん。隔離の道の一歩から。ご苦労。むしろ、まあこんなもんじゃろう。さてユン、どうする？怖いならやめておくか。行きます。足を殺すつもりでかかってくるのか。完全に恐怖が勝っているな。まあしょうがないよね。もともとなんかやってきたわけじゃないから、こいつに関しては他の二人と違って。だが手加減はしない。まず麻痺らせる。麻痺なかった。顎を砕く。
そこまでじゃ。おお、思ったよりやりおる。これは楽しみになってきたわい。棚が開いてんだけど、俺が開けたから。こんなに早く3人も見つかるとはのう。こんなに疲れたのは久しぶりじゃ。じゃが心地よい疲れじゃ。サーモン、どうした？腹が減りすぎた。飯まだっちか。お主まだ食欲があるのか。いや、食費とかどうすんだ。さて、まずは基本となる体力をつけねばならん。この山頂は空気が薄い。ここで自由に動けるようになればかなりの体力がつくはずじゃ。今日の修行は全部で4000というところじゃな。さて、誰から行くか。え、戦うってこと？弟子に修行をつけると能力が強化され、レベルアップや新たなスキルを習得します。おお、レイちゃん、君だ。やったろうじゃ。来なさい。来なさい。本来弟子など一人でよかったものを三人連れてきよって。あることシマリスのごとく。無駄じゃよ。これレイちゃんどんどん強くなるのかな。まあ、やっぱ麻痺して一方的にいたぶりたいよね。ただ麻痺をした実績があるから麻痺しないといけないんだよな。なかなか確率低いけど。おお、レベル上がった。4レベル。シマリス客。物理防御は5アップ。マジか。おお。え、もう一回いける。え、いける。普通にいけるわ。え、これ正直なんかもうレイ空母だけでいいんだけど、3人でなんか戦ったりするのかな。変な、じいさんが殺されてじいさんの仇的な。ダメだこれ。しまった、レジストがかかんな。そっちだ。まずいね。よし、手を出し放題じゃ。はっはっは、両腕で抱きしめてあげよう、レイちゃん。そこか。あ、かっこいいやつだこれ。これ反撃技になってた？あ、反撃可能になってるわ。能力めっちゃ下げるやつか。全然下がんないけど。物理防御力5アップ。経験値はあれだな。思ったよりやりおるわ。あと2000か。え、こいつらどうする？いいや、来なさい。来なさい。ひたすらレイを鍛える。他の二人は知らん。で、能力を下げよう、まずは。ちょ、いろいろやってみよう、もう。この時に。シマリス客、何？強くなってもしかして。なんだって？ヒットポイント186か。おっと。ただレベル差はまだかなりあるからな。猫蹴り。ちょっ。おっ。てか、あとひたすら戦うだけっぽいなこれ。やることとすれば。戦闘のなんてあるかを
覚えるには大変かもしれない。最初にやってもまだまだじゃ。なんだって、まあ、基本的にじいさん負けることはないだろうから。うりゃで、これ経験値切り捨てられるんだよね、レベル上がったら。おお、すげえ。いや、もうどんどん鍛えてこう、レイちゃん。あと一戦じゃな。お前ら見てろ。来なさい。いや、弟子を育てるっていうのは面白いな。今日のところはこれくらいにしておくか。これ他の2人どう思ってんだろうな。4000全部レイちゃんにしてきつかったろうとか何もしてねえだろ他の2人。いや、レイちゃんは頑張ったマジで。どうってことね。いや、それそうなるよ。バカ野郎、手助けなんかいらねえよ。いや、ダメっち。レイは女の子だっち。女には優しくしなきゃ。分かってるな、サモ。ダメっちよ。私が女？今日はこの竹林で速度を上げる修行じゃ。速さか、俺は自信ないっち。もうお前は関係ねえかんな。随分と動きにくい地面ですね。ここは私に立っちゃ庭みたいなもんさ。では始めるぞ。今回も4戦か、レイちゃん。私の速さ見せてあげるよ。来なさい。来なさい。レベルアップ。なんかレイ強くなってんだけど、マジでガチンコのバトルがきつくなってきた。あと3戦か。私の速さ。来なさい。やばい。これは肉まん。自分だけ肉まんを食う。強いレイ。オルシはもう場所を超えているかもしれん。ドーピングしたシマリス客。最後もシマリス客。いや、きつい。戦闘がきつくなってきた。素早さが5アップってだいぶでかいよな。今日はここまでじゃ。皆口では強がっているが、今日の修行は答えたじゃろう。どれ、様子を見てみるか。へばってんな。さすがにクタクタか。硬い床でも死んだように眠っておるわ。ん？ユン。サモさんには体力、レイさんにはスピードがある。くそ、負けるもんか。ユン。まあ、お前を鍛えるつもりはないけどな。ただ
さて、お主らもどうにか基本はできてきた。今日からはわしとの実戦で力を身につけるのじゃ。望むとこだよ。いや、やばい、レイはマジでやばい。お塩さんに勝ったら飯はもっとたらふくにしてくれっち。実戦とは相手がお主らの命を狙ってくるということじゃ。だからわしも本気で行かせてもらう。え、こやつらも随分と強くなった。今のわしが連戦できるのは四戦というところじゃろう。さて、誰から行くか。四戦もできねえよ、もうレイちゃん相手に。四戦したらマジで俺が死ぬ。実戦か、上等だよ。来なさい。マジで不安しかない。いただき。お、これは、いや、やばい、これはマジでやばい。うわ、死ぬぞ。ここは使うしかない。アンマンと肉まんって、あ、エリアか。だったらアンマンの方がいいな。大湯のフグリ。だってこれダメだ、草はダメだ。持ってくれ。ひどい師匠だよな、本当に。いや、締まりつけマジでやばいわ。うわ、マジかよ。あぶね、もうこっちの攻撃がまひんなくなっちゃった。ほぼほぼほぼシマリスのごとく。シマリス客の範囲はダメか。危険すぎるな。これジャケティもマジでやべえし。うわ、ちっと何個投入するアンマンを。持ってくれ。あと2戦耐えられる気がしないんだけど。これはマヒンだよ。だから吹っ飛ばしのところで行くか。いいところで動いてくんな。獅子の手で行くか。ドラ強い。これで70いくか。あ、これなんかあれかな、やっぱ後ろからやった方がダメージ増えるかな。この拳は獅子のごとく。乱数だ。これでまたもう8レベルになってしまった獅子の手を覚えやがった。これをあと、もう無理だ。来なさい。この拳は獅子のごとく。あと一戦か。もう無理っす。来なさい。この一戦がここでちょっと終わってくれないと、もうレイちゃんに勝てないよ俺。正直間合いもまず見ないとな。獅子の手で素早さは全然違うからな。いけるか。あー、いけなかった。これでね、獅子の手打ちたかったんだよ。打たれると、飛ばされるかな。この拳は近づかせた方が良かったと。これはいける。どりゃ、すごさの上がるさ、あのブーツ装備してなかったらマジでさ無理だよね。先手を取れるからこの拳はなんとかなってるけどさ。ほら、これで素早さ様々でしょう。もうちょっとレイのレベルが上がんなくなってきたけど、直上げされてるからね。ここ待て、じゃあどうし。お師匠様、じじ、なに、大丈夫じゃ。お主らがわしの想像を超えて上達したということじゃ。今日はこのわしが休まねばならんようじゃな。
そうして、老師と三人の弟子の修行の日々は、瞬く間に過ぎていった。さて、今日は大切なことを教えよう。お主らは確かに強くなった。だが強さとは、相手を倒す力ではない。自らの身を守ることも強さのうちじゃ。ロス様、ロス様、あれ、こいつ、あんた、まだオーラを、あ、ならず者の方かと思った。小籠包屋さんの方か。違うね、ウォンの町のならず者がユンファの市場に来てやりたい放題よ。ウォンの町の孫子王だ。きっとユンファなら老師様の目も届かないと思って、僕が行きます。うぬぼれるな。今のお主が言ったところでどうにもならん。確かに今のお主らなら奴らを倒せるじゃろう。だがその恨みはお主らではなくユンファの人たちに返ってくる。力に力で対抗したところで憎しみを増やすだけなのじゃ。お主らはまだ心が鍛えられておらん。老師様、案ずるな。ユンハにはわしが行こう。お主らはここで稽古をしておるのじゃ。よいな。わかりました。こいつよく登ってきたよな。さて、これが右の町だったよね。山を降りて、さらに降りて、でもさ、ならず者が暴れて小籠包屋さんが登ってきて老師が降りるまでってどんだけ時間かかるんだろう。まあ、こうやって見ると一瞬だけど、ユンファ、あ、結構普通だぞ。酒だ酒だ、食いもんだ食いもんだ、女だ女だ、やりたい放題だな。しし、早々に立ち去れ。お主らとて痛い目を見たくはなかろう。この俺があの時のままと思うなよ。ギハ門団に入り厳しい修行を積んだのだ。あ、ギハ門団とかあったね。くらえ、俺様の新必殺剣。まあ、荒くれ者はとりあえず倒しておくか。この拳は獅子のごとく。近づく前にやる。これ一歩動いてどうなるか。謝るなら今のうちだぜ。あ、こいつの体当たりだ。無駄じゃよ。ここは体当たりの射程内だ。一発。50。
と。これどうだろうな、まひらというのが全然いいんだけどな。まひらない40。うわ2発食らったら死ぬな。弱点はただ持ってないな、飛ぶ属性みたいなやつ。俺を怒らせたな。まだまだか。あ、大丈夫だ。シマリス剣じゃない、シマリス脚。ここまでじゃ。こんなはずじゃ。このままで済むと思うなよ。オディワン兄様がお前らを叩き潰してくれるだろうよ。オディワン・リー、イハモンダン。やったね。さすが老子様ね。え、終わり？ショロンポ。ちゃうちゃう。触んないでよ。ああ。え、え？これは素晴らしい。モモマン。パンダ。これ装備させていいのかな、老子に。効果見よう。物理防御があんなめちゃくちゃ。これ素早さめちゃくちゃ上がる、パンダも。これ、おぉ。なんかいろいろもらえそうだな。肉まん。どうせだったらレイちゃんに装備させたい気はするけど、鍋はでもあのデブか、なんかいろいろ手に入れたけど、アンマン、虎のコテ、虎の服、最悪装備しないで負けたとしてもオートセーブされてるから装備し直して戦えばいいんだよな。誰が戦闘に参加するのかがちょっと分かんないからな。なんか老子とかやられそうな気もするし、で弟子が敵を討つみたいな。あれ誰だ、取れてる、レイ。どうしたのじゃ。ジジイ、すまねえ。ジジイの留守中、ギハ、モンダンとかいうやつらが、私ら死に物狂いで戦ったんだけど、あいつらすごい数で。ユンとサモは。中に。しっかりするのじゃ、レイ。お、しっかりしてる。え、ちょっと待って、レイ強いんだよマジで。ヒット人々261あるし。おまかせ装備、中華鍋。あ、中華鍋って頭にかぶんの。ナタしかないのか。虎のコテ、虎の服、クンフー打つ、素早さとか、まあ、ちゃうちゃう、パンダ、パンダって何？あ、耳飾りか。特攻が上がんな。今は弟子に全てを継承する。ユンやられた？サモ。
目を開けんか、サモ。サモ。許さん。許さんぞ。ギハモンダン。ユン、サモ、すまなかった。悔しかったろ。苦しかったろ。この老いぼれも、すぐ行くからな。待っていてくれ。これからわしのすることを、よく見ておくのじゃ。今のわしにはもう何度もできんことじゃからな。わしの息遣い、間の取り方、その一挙手一投足を、その目に、心に、しかと焼き付けるのじゃ。これぞ、無限頭部。これが我が剣、究極戦が連山剣じゃ。今のお前にはできようはずもない。しかし一度心に焼き付けておけば、お前ならそう長くはかからんじゃろう。今日はこれまでじゃ。ゆっくり休め。どこ行くんだい？ちとあいつらの墓前に行ってこようかと思ってな。そうか。というところで、このあと義和団だっけ、義破門団のところかに行く感じになるのかな。というところで、今回はここで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価していただければ幸いです。